皆さんこんにちは、武田塾の清水です。武田塾の北野です。今回も北野先生と話していこうと思うんですが、はい、たくさんの高校の生徒たちを我々現場で見てきたわけですけども、はい、高校のタイプってめちゃめちゃ分かれません？めちゃめちゃ分かれますよね。レベルによっても違うし、はい、もう校風もバラバラですよね、はい、そうなんですよ。一口に高校って言うとマジでいろんな種類があるんで、うん、こういうタイプの高校はここ気をつけてほしいし、うん、こっちは逆なんだよなみたいなところがあるんで、それについて、まあ、お話していこうと思います。はい、ズバリ縛り系か自由系かですね。いやもうこれ大きなテーマだと思いますけどね。本当にいわゆる校風とかね、課外授業とか、うん、そういうところがめちゃめちゃしんどいところもあれば、ほぼ放任みたいな学校もあるんで、うん、いい悪いのそれぞれありますし、それぞれ気をつけなきゃいけないところがあるんで、そういうのを話していこうと思います。はい、ちなみに北野先生の出身高校はどっち型ですか？縛り型ですか、自由型ですか？縛り型に近いですかね。縛り型結構課題量も多かったし、はい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 、難易度も高めでサクサクサクと進んでったって感じですね。はい、あとはまあ生徒でもね、まあ、そんな課題出てんの学校でみたいな子もいると思うんですけど、うん、そういう場合はどういうことに気をつけたらいいんですか？まず一番まずいのが自分の時間が取れなくなっちゃうんですよね。東京って比較的少ないんですよ、そこまで過激な課題出してくる高校って。ただね、地方の受験生とかの相談とかたまに乗ったりするとめちゃめちゃ忙しそうですよね。関西二極化してますね、はいはいはい、でも結構結構縛り系の学校は思い当たるところがあって、多分僕がいた学校よりももっとしんどいところ全然知ってますね。夜の8時ぐらいまで授業があるとか、え、大丈夫ですか？わけがわからんと、夏休みないやんとか、はい、まあいろいろあるんで、はい、適度にね、いい意味でサボるっていうのが必要で、暗記っていうのもひたすら量がぐわーっとやってくるんで、はい、それ押しつぶされないように一旦学校のテストの点がそんなに良くなくても、これはちゃんと覚えたっていう風に自分のできる範囲見極めてやり込まないと、暴殺されると本当にね、心がいくんですよ。そうですね、はい、もうひたすらタスクの山みたいな、こなすことだけに集中しちゃう感じですよね。目的意識とかゴールとかこういうのが見えなくなってくると、うん、やった内容が頭からすぐ消えるっていう現象が起きるんで、はい、やっぱりその暴殺される中でもちゃんと何が大事なのかとか、自分にできる範囲でってやってた子は成功していくし、うん、ただただ学校の言うことにバーッと乗っかってしまった結果、はい、自分が何してるのかわからんみたいな感じになってしまうと、本当に高3の夏ぐらいで、はい、さらに心が折れていくという、うんうん、二重苦にはまるので。そうですね、まあ、実際そういう課題が多い高校ですと、で高校の成績も欲しいと、でも一般に向けて早めに準備したいみたいなことで悩んでる受験生がいっぱい多いんですけど、うんうんうん、そういう場合は本当課題の見極めですねが全てかなと思ってて、言うて役に立つ課題もあるにはあるんですよ、うん、でも単語帳覚えるのなんてね、どうせやるわけだから、大学受験でそれはね、課題だとかじゃなくて覚えてみたいな感じはそうですね、ありますし、ただ明らかに自分の志望校のランクより高い課題が出てきたりとか、うん、明らかに今の勉強の自分にレベルに合ってない課題とかは本当にただのこなし作業になって無駄になってしまうので、そこはまあ切れるんだったら切る、場合によっては捨てる判断もねしなきゃいけないみたいな感じで、結構この見極めが重要なんですよね。そうですね、一個あったのが、はい、コロナの時期で5月ぐらいに科学の参考書やっとけって先生が配られたと、お、はい、東大京大だらけなんですよね、問題、はいはい、めちゃめちゃむずいんですけど、5月でまだ科学やりきってない時期にひたすら降ってきてやっとけと言われたと。謎でしかないと。セミナーくらいにしといてほしいですね、はい、せめてセミナーぐらいみたいな、もうむしろ宇宙一ちょっと読んどいてない、本当に。まあだからね、学校の先生がね、まあ、一応考えてくれて課題は出てるんですけど、やっぱ全員にドンピシャの課題出すのって無理なんで、そこはまず受ける側は考えた上でこなしましょうと。これがまあ縛りきつい系の高校で注意しなきゃいけないところですね。課外授業も切れるんだったら正直切った方がおすすめです、自習時間なくなっちゃうんで、うん、間違いない、はい、ということで、ね、まあ、結構管理が厳しい場合はそれをどううまくこなしていくか、また器用さが求められますよね。そうですね、はい、というのが、はい、縛り強い系の高校の皆さんは気をつけてください。そうですね、はい、じゃあ自由度が高い方がいいんかっていうと、はい、なかなかそれも一概には言えないんですよね、これが難しいことで。そうなんです、私の場合は結構どちらかといえば自由度高い校風なんですよ、うんうんうん、課題は出ますよ、出ますけど縛り厳しい高校ほどめっちゃ出るわけではない、うんうんうん、ですし、そもそも金髪 OK みたいな高校だったんで、だいぶ自由というか、まあ、本人主体でやるところはありましたね、うん、あとは何でしょう、渋幕とかね、有名なところでいくと、あ、そうですね、はい、もう自重自校ですから自分で考えろと。実際出身じゃないんでね、その語弊があったらなんですけど、まあ、関西でいうと奈良とかもそうですよね、はい、確かにもうめちゃめちゃ進学校って結構自由なところ多いんですよね、うん、もちろんそれはね、ある程度信頼があるから任せてるっていうところもありますし、偏差値がそこまで70オーバーとかじゃなくても60代でも結構分かれるところではあるんですけど、でこの辺が結構問題でして、何も言わなくても勉強するんだったらいいわけですよ、もちろん、ただ自由度がね高い分、うん、サボっちゃうわけですよ。サボるわけですね、はい、私なんですけども、本当にね、高3の夏まで全然勉強しなかったですね。好きな日本史ばっかやってて、数学と英語全然やんないみたいな、で9月からようやくそろそろかなみたいな、夏休み文化祭楽しんだからそろそろかなみたいになって、すごくカツカツの受験勉強しました。よく受かりましたね。いや本当に我ながらね、なんとかなったなと思うんですけど
だから本当全然、まあ、一応現役で行けたんですけど浪人してた可能性めちゃめちゃありました、うん、勉強しようしようってね進路指導としてありますよ、うん、けど絶対課題やんなきゃダメみたいな縛り方はされてたわけではないので、うん、やっぱりそこは自主的に自分でやらなきゃいけないことを決めてこなしていくってことができれば自由な校風を活かせますし、うんうん、自由な校風のままチャランポランでやってると大変なことになるというのが、まあ、こっち系の高校の注意点ですね。二極化が激しいのはやっぱ自由な校の方が多いかなと思いますね。そうなんですよ。僕の高校とかもめちゃめちゃ勉強してる子はもうすごいさ、もう自分でゴリゴリアウチアウトやって東大行っちゃったりとかするわけなんですけど、うんうん、勉強全然フォーみたいな人とかは、まあ、やっぱ浪人しちゃったりするわけでしょ、いかに進学校だったとしても、うんうん、っていうことが起きますね。という感じで規則が厳しい場合も緩い場合も、まあ、メリットデメリットっていうのがあって、今皆さん高校生だと思うんでそこは、まあ、転校とかしない限り、まあ、変えられないので、それぞれどういうとこをポイントにしてやれば受験勉強とのバランスがうまく取れるのかとかね、デメリットを、ね、潰してメリットを生かせるのかっていうところをね考えてもらえるのは大事じゃないかなと思います。そうですね、はい、高校との付き合いマジで大事なんで、相性もありますしね、はいはい、そうなんですよ。それぞれ、ね、高校タイプ別に参考にしてみてください、はい、今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。